はい、どうも皆さんこんにちは、 TK ヒーローでございます。はい、今回はですね、ちょっと珍しいモデルガンの紹介でございます。マニアックな銃なんですけども、おそらく知っている方はかなり多い銃だと思います。こちらでございます。じゃん。はい、こちらの銃どうですか？見覚えある方結構いらっしゃるのではないですか？はい、こちらはですね、 MGC 製のオートマチックモデルガン VP70 でございます。というわけで今回はこちらの紹介でございます。さあ、というわけで今回はですね、こちら MGC 製のブローバックモデルガン HK-VP70 の紹介なわけでございますけどもね。こちらの銃、まあもちろん皆さんね、おそらくバイオハザード2のレオンの銃としてご存知の方が多いのではないでしょうか。実は1年前にですね、谷岡場のガスブローバックガンの VP-70M を紹介したんですよ。まあそれ見てない方はですね、そちらもご覧いただければなと思います。まあちょっとね、いろいろ喋りたいことはあるんですけども、とりあえずそれは一回後回しにして、こちら近くで見ていきたいと思います。それではこの VP70 近くで見てみましょう。はい、まずはマズルですね。これはモデルガンということで、ご覧の通り中にインサートが入っているのが見えるかと思います。これはですね、モデルガン紹介の度に言ってますけども、安全対策のために法律で定められているパーツです。これを外してしまうとちょっと色々とやばいのでね、これはいじらないようにしましょう。はい、そしてスライド側面ですね。刻印は VP79×19 の刻印が入ってます。そして後ろにはヘッケラー&コックの刻印があります。まあこれヘッケラー&コックと読むか、ヘッケラー&コッホと読むか、好みが分かれるところだと思います。そしてスライド反対側ですね。反対側には MGC モデルガンズコーポレーションの刻印が入っております。で、エジェクションポートには 81527HK の刻印が入ってますね。で、後ろのエキストラクターなんですけども、これはダミーです。はい、そしてスライド上部ですね。スライド上部はですね、反射防止のためですかね、チェッカリング加工がされています。そしてサイトです。リアサイト、そしてフロントサイトです。フロントサイトはですね、ちょっと変わった形をしているんですよね。こんな感じで突起があって、それで合わせるというよりかは、このくぼみですね、これをリアサイトに合わせてこうやって狙う感じなんですよ。ちょっと変わったフロントサイトなんですよね、これ。そしてフレーム部分ですね。まあこの VP70 の特徴でもあるんですけども、フレームにですね、操作パーツがほぼないんですよ。あるのはこのセーフティーボタンとスライド外すためのロックパーツですね。で、谷岡場のガスブローバックガンではここのクロスボルトのセーフティー作動したんですけども、この MGC のモデルガンではダミーで動きません。で、このスライド外すためのパーツは下に下げて、で、スライド引いて、こうやってね、スライドすることによって外すことができます。まあこのスライドの外し方はね、ちょっと PPK みたいな感じですよね。で、ちなみにちょっと錆びてますけどもね、機関部はこんな感じです。まあ、非常になんかシンプルな感じで作られてますね。そしてフレームの後ろにはストックを取り付けるためのスロットがあります。残念ながらですね、今回はちょっとストックは手に入らなかったので、ストックをつけてお見せすることは残念ながらできません。そして VP70 の見た目で特徴的でもあると思うんですけども、この U の字型のトリガー、この銃はですね、ダブルアクション専用ということで、非常に大きなトリガーがついてますね。指をかけるとこんな感じになって、引き代はこのぐらいあります。ちなみにトリガープル結構重いです。なのでこれ連射をするとですね、結構疲れます。そしてグリップです。グリップにはですね、ご覧の通りフィンガーチャンネルがついてますね。グリップの前と、そして親指がかかる部分にフィンガーチャンネルがついてます。で、これがですね、 VP70 ではなくて VP70M になると、このフィンガーチャンネルがなくなって、フラットなグリップになります。そしてマガジンキャッチはグリップ底部にあります。ワルサー P38 とかね、モーゼルの HSC みたいな感じで押しながらマガジンを引き出します。そしてこちらがマガジンですね。これはモデルガンということで、非常にリアルな造形になっております。そしてですね、これガスブローバックガンの時も説明したんですけども、この VP70 はですね、コスト削減のためにスライドストップがかかりません。今これマガジンに弾入ってません。この状態でスライド引くと、普通の銃であればスライドがここでロックされるんですよ。なんですけども、 VP70 の場合はこんな感じでね、今弾入ってませんね、
はい、スライドストップがかかりません。これはおもちゃだからではなく実銃もこういう構造です。はい、とまあ近くで見るとこんな感じでございました。さあそれではですね、この VP70 実際に発火をさせてまいりましたので、ちょっとその時の映像をご覧いただきましょう。まあなかなかね、大変な感じですよ。ではご覧ください、どうぞ。動かないな。ダメだね。こんなに。ちょっと9割発火できないけど、まあこんなもんですよ。はい、という感じでございました。いやーすいませんね、なんかねもうちょっとねこう会長にバン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 ってね景気よく打てるかなと思ったんですけども、甘かったですね、全然動かない。いやでもね事前に知ってたんですよ、MGC の VP70 は結構癖があって会長に動かすのは難しいっていう事前情報は知っていたので、ある程度は想定内ではあったんですけども、まさかねここまで動かないとはちょっと思いませんでしたね。まあ、まずですね、こいつの発火の方式がセンターファイヤーじゃないんですよ。最近のブローバックモデルガンはファイヤリングピンが実銃みたいについてまして、ハンマーがそれを叩いて、それでねカートリッジの後ろの部分を叩いてですね、でカートリッジの中で火薬を爆発させて、それでブローバックさせるっていう機構なんですけども、これの場合はですねカートリッジを押して、でこのバレルの中のデトネーターと呼ばれるピンがあるんですけども、そこに直接火薬をこう押し付けるんですね。
それでブローバックさせてあのカートリッジ排出するっていう仕組みなんですけども、どうやらですねそのカートリッジをファイヤリングピンに押し付けるその圧力がですね足りないんじゃないかなっていう感じですね。でさらにうまく発火してくれても次の弾をですねチャンバーにちゃんと運んでくれないっていうね、あのここで引っかかっちゃうんですよね、という感じでね、オートマチックモデルガンなんだけども全然連射できないっていうね、まあなんとも癖のある難しい銃でございましたよ。もしこの VP70 に関しましてですね何か知識をお持ちの方いらっしゃいましたら、ぜひコメント欄でお教えいただけましたら幸いです。よろしくお願いします。いやー難しいね。はい、まあ実際に発火させるとあんな感じでございました。さあ、ここからですねちょっとした雑談でございます。この VP70 といえばですね、まあやはりバイオハザード2のレオンだと思うんですよね。ちょうど1年前にですねプレイステーション4でバイオハザード RE2 という1998年のバイオハザード2のリメイク作品がですね発売されました。でその中でですね主人公レオン S. ケネディは98年のオリジナル版と同様にですね VP70 を初期装備のハンドガンとして使っているわけなんですね。なんですけどもちょっと細かいことを言いますとですね RE2 に登場した VP70 はオリジナルに登場した VP70 とは違うんですよ。まあ、詳しい方はですねアイテムを調べるで見た時にもうすぐパッと分かったと思うんですけども、98年に発売されたプレイステーション1でレオンが持っていたのはこっちの今回紹介した方の VP70 なんですよ。で、RE2 の方はですね、1年前に私紹介しましたけども、VP70M、おそらくそれをモデルとしたものが使用されています。まあ、先ほど近くでご覧いただいた時にちょっと説明しましたけども、このフィンガーチャンネル、ここがですね、見分けるポイントですね。98年のバイオ2に登場したハンドガン調べると、このフィンガーチャンネルがついた VP70 の画像なんですよ。で、RE2 だとこのフィンガーチャンネルがないフラットなグリップの VP70 なんですね。というですね、まあちょっと細かいことではあるんですけども、そういう違いが実はあったんですね。まあしかしね、改めて思いますけども、当時主人公のハンドガンにこの銃を採用したカプコンのスタッフの方は、なかなかなマニアックな方ですよね。はい。とまあ今回はそんな感じでございました。はい。というわけで今回はですね、こちら MGC のブローバックモデルガン VP70 の紹介でございました。まあね、こちらの銃は評判通りと言いますか、なかなか動かすのが難しい子みたいでね、発火させて遊ぶのは向かないのかなっていう印象でしたね。まあしかしですね、動かして遊ぶのはちょっとなかなかできないとしても、あまりモデルアップされていない貴重なモデルガンですので、普通に飾っておくとかでもね、全然ありなのかなって私は思います。で、特にね、この VP70 ってやっぱりゲームの影響とかで知っている方は結構多いので、持っているとおーってなるモデルだとね、思いますので、コレクションしておくだけでも、まあ価値があるのかななんていうふうに思います。しかもね、有名な MGC の作ってたモデルガンということで、資料的価値もひょっとしたらあるかもしれませんよね。しかしね、遊べるモデルガンで評判の良かった MGC がね、こんなちょっと癖のある銃を作ってしまったっていうのは、これはなんでなんでしょうね。VP70 ってそんなになんか難しいのかな。後でちゃんとストックつけて3連発とかもできるような完全版出そうかなみたいな感じでやってたら、それが出ることもなく MGC が潰れてしまったみたいな、そんな噂を聞いたり聞かなかったりとかね。それとかね、この VP70 のせいで会社が傾いてしまったなんて噂があったりとかね。まあいろんな噂がある一丁なのかなと思います。もうなかなか難しいとは思うんですけどもね、どっかの会社がこの VP70 完全なブローバックモデルガンで出してくれたら嬉しいんですけどね。まあなかなか今のご時世難しいでしょうね。はい。とまあそんな感じで今回はマニアックなんだけども知ってる方が多い銃 VP70 の紹介でございました。それではじゃあな。